はい、こんばんは、えー。本日はですね、このジャ,ジャニーズ事務所問題ですね、えー、非常に深刻なですね、ことをですね、まずお伝えしなければならないですね。えー、これはジャニーズ事務所問題、えー。起こってはならない悲劇が起きてしまいました。えー、これはですね、えー、ジャニー北側から被害を受けた男性ですね、えー、当事者の会に所属していた男性ですけども、えー、その方がですね、えー、心ない誹謗中傷を受け続けた挙句にですね、 自ら命を絶っってしまったとというここですね。これが本日のニュースで流れましたで。本日はですね、やっぱりね、このことを考えると,と同時にですね、やっぱりね、これね、旧ジャニーズ事務所を受け継ぐね、エージェント会社ですね、これ新しい社長に就くとされています福田淳さんですね、その社内向けの言葉ですね、これがね、えー、まあ明らかになったんですねで。そのことについてね、考えてみたいと思うんですね。 で僕はですね、ここでね、ちょっとね、最初に言っておきますとですね、えー、この福田淳さんが、えー、この芸能界とかね、旧ジャニーズ事務所ですね、その古い体質をね、まあ批判してきたということで、まあその人がね、旧ジャニーズ事務所を再生させるということですので、えー、それならばということで、えー、期待できるんじゃないかと、と僕はね、そういうふうに思ってきました。まあそしてね、そのようにね、なるなら応援したいというような趣旨のこともね、言ってきました。だけど、 これです、ね、まあいろいろ事態が進みですね、えーまあ、今日のような、ね、この事件ですね、えー、当事者の会の方が、えー、自ら命を絶ってしまったということですね、えー、そういうことを考えそしてねこの福田淳さんが、えーまあ、今日ね紹介しますけど社員向けにね挨拶した言葉ですねこれを見てみると果たしてね本当にいいですね えー、その福田さんがね、社長について、古い体質とか姿勢を変えてですよ、解体的出直し、その名にふさわしいね、再スタートを切ることになるんだろうかと。そういう再スタートを切ることができるのかと。ということについて、ちょっとね、僕はね、わからなくなってきましたね。うん、これはちょっとね、首をかしげざるを得ないというね、ことがあります。というかですね、えー、これね、まあね、ずっと言ってますようにですね、 ジャニーズ問題で恐れていた時代、最大の悲劇が起こってしまったわけですよね、うんえー。当事者の会の方がですね、自ら命を絶ってしまったということですね。それから、えー、これはね、前に紹介したようにですよ。えー、やっぱり被害者のね、お母さん、母親がですね、自ら命を絶つというようなこともあったわけですよ。ね でこれでね、何がね、えー、言えるかというとですね、このジャニーズ事務所というのは、もうね、まずね、普通に再生をね、論じたり、頑張っていこうとかですね、そういうね、掛け声掛け合ったりとかね、そういうレベルの問題をもうね、はるかに超えちゃってるんですよ、この問題というのは。つまり、人間社会の中で、存続が許されていいのかと。 そういうレベルの深刻な問題を抱えた事務所だということを、これね、やっぱり忘れてはいけないんですよ。そして僕はね、それを強調したいと思います。僕はですね、前にね、この被害者の方の、このお母さん、母親のね、その悲劇ですね、それを知ったときにやっぱりね、存続はこれ許されないんじゃないかと、というふうに考えました。そしてね、そういうふうにね、言いました。 で、これね、やっぱりね、本日ね、やっぱり怒ってはいけない悲劇が起きてですよ。ね。これはその意をやっぱりね、僕は強くしましたね。うーん。やっぱりね、これね、今の日本社会に存在してはいけない、存続を許してはいけない事務所なんですよ。ジャニーズ事務所というのは。その深刻さについて、やっぱりね、考えなければいけないんですよ。深刻さについて。ね。 うん、簡単にね、再生します。ね逆転を果たそうじゃありませんかとかね、そんなレベルの事務所ではないんですよ。そんなレベルの事務所ではないということですよ。これをまず考えなければいけないということですよ。ね。うん。えっ、ー、と、そしてね、えー、まずね、最初にこのニュースですね。えー、これからまずね、紹介したいと思うんですね。えー、これね、 まずこの MBS ニ,ニュースですね、これ14日火曜日、本日ですね、えー、その記事を、ね、読んでみたいと思うんですね。えー、概略ね、これ深刻な問題なんでね、そのまま読みますけどもね、えー、ジャニー北多川,川から被害を受けたと訴える会に所属していた40代の男性が10月、大阪府内で死亡していたことが分かりました。 捜査関係者によりますと、ジャニー北側から被害を受けたと訴える当事者の会に所属していた大阪市内に住む40代の男性は10月中旬、えー、大阪府箕面市の山の中で倒れているのが見つかり、その後死亡が確認されました。近くには遺書のようなメモがあり、警察は事件性はないと判断したということです。当事者の会のメンバーの一部は SNS で、 卑怯者、嘘つき、金目当ての活動だなどと誹謗中傷を受けたとして、代表の平本淳也さんが10月に神奈川県警に刑事告訴したほか、発起人の一人である、えー、日,あ日本義秋松さんが、えー、大阪府警に被害届を出しています。というようなことなんですよね。うん、そしてね、これね、まあ、続報というかね、東京新聞でに、ね、より詳しいものが出たんですよ。えー、というのはね、 えーっと、えー、これね、えー、この男性ですね、亡くなったね、えー、自ら命を絶った男性ですね、この人は今年の5月ですよ、今年の5月にジャニーズ事務所に被害を訴えたんですよ。だけど、その後ね、えー、ジャニーズ事務所から5ヶ月以上一切連絡がなかったっていうんですよ。ね この1点取ってる、取っただけでもこれひどいですよね。うん。そしてね、この東京新聞ね、えー、っと、遺族代理人の、この亡くなったね、自ら命を絶った、えー、当事者の会の人ですね。この方の遺族代理人の弁護士ですね。そのコメント、これをね、あのー、その原文のまま載せているんですよ。ね。そしてその弁護士のコメントですね。弁護士のコメントの中で、 このの弁護士は遺遺族族言葉ですね遺族それをね,あの、えーっとねえー、そのまま紹介してるんですよ遺族の言葉を。ね、でこの遺族はねこういうふうに語っているんですよ男性の遺族ですね。それをね読み上げますとですね「彼は2023年10月13日未明自ら命を絶ち逝去いたしました」「突然の旅立ちを未だに信じられず現実感がなく」 私たち家族は呆然とした日々を送っています。彼は本年5月、旧ジャニーズ事務所に電話で、在籍時の1995年、当時19歳に、えー、ジャニー北側から加害を受けたことを訴えました。事務所の対応者は、在籍確認を行い、担当者が必ず折り返す旨を約束しました。しかし、その後5ヶ月以上、 ジャ,ニーズジャニーズ事務所から連絡は一切ありませんでした未成年児に受けた被害の深いトラウマを抱えながらも若い人たちにより良い社会を残したいと9月に再度の告発もしましたその訴えにも事務所からは何の応答もなく放置され彼の焦燥感悩み,悩みは深まっていましたまた彼は事務所に対して誹謗中傷への対策も求めていましたが 事務所幹部は会見で、誹謗中傷をやめてくださいと呼びかけるのみで具体的な措置を講じていませんでした。彼は被害者が自ら対策に取り組まねばならない状況について、事務所がやるべきことをなぜ被害者だけが負担を負わなければならないのかと語っていました。彼の心労はもともと抱えてきた被害のトラウマの再燃とも相まって、一層深刻なものになっていました。 そして13日、家族を残したまま、えー、志半ばで、自ら命を絶つに至りました。ということですね。うん。まあ、これはね、本当にね、うん うんまあ本当に、ね、悲惨なこととしか言いようがありませんけどもね。うんねうん、やはりね、このんて言うかな <coughs>、ねえー、人というものをね、志で生きているものですよね。その志半ばでね、自ら命を絶つというのは、<coughs> ね、これは本当に悲惨なこと。お その極まりないことなんですよね。で、そのことについてですね、やはりね、やっぱりまあ、簡単に言ったらね、まあ、トラウマになっているわけですよね。えー、この当時19歳の頃のね、えー、このジャニー喜多川から受けた被害ですね。ねで、これでね、あのしばらくはね、その平穏な生活っていうかな。 えー、まあ、日々ねごまかしながら生きてきたんだと思うんだけどもそれがねあの被害届け被害届けっていうかね事務所に連絡してねそしてそれをはっきりさせようとねそれに心理的なけりをつけようととしたところが5ヶ月経ってもですねなしなしのつぶてだということですねそしてその反面思いもしなかったですねこれとんでもないなっていうかな あの誹謗中傷ですねこれがね、えー、いっぱい来たということですね。うん、ということでこれは二重三重の意味で、えー、非常にですね、えー、心理的なああがあったということですよね。うん、まあこういうね誹謗中傷これいわゆるね、まあ、ジャニオタと言われる人たちですかねこれね、うん、そういう誹謗中傷,中傷する人たちというのはね まあ、どういう人間なのかというね、うん。本当にね、僕はね、これね、あのー、理解に苦しみますね、これね。理解できないですね、こういうね、人間というのはね。こういう人間たちというのはね。うん、一体どういう人間たちなんですかね、これね。うん、本当に僕はね、心からひどいと思いますよ。うんねうん、本当に心からひどいと思いますね。 で要するにねこのジャニーズ事務所というのはねあのジャニー喜多川以来変わってないんですよ。ね。つまり、えー、このね亡くなった方ね、うん、この誹謗中傷その対策についてですねねこれはもう、うん、被害者自身が二重三重のその被害を受けてそれをただ ただただこらえているだけ。ね。うん。そういうね、ひどい目に遭っているにもかかわらず、ジャニーズ事務所は何もしない。何もしないんですよ。何もしない。ね。うん。つまり、ジャニー北側の精神と同じなんですよ。結局は。結局は同じなんですよ。ね。うん。ジャニーズ事務所さえ、ね。 存続して、また金が入ってくりゃいいと思ってるわけでしょねえ。それが事務所じゃないですか。ねえ。そうじゃないというなら一体どういう対策をしたんだっていうことですよ。今の被害に対して。何もしてないじゃないですか。5ヶ月なんで連絡ないんですか。何もないじゃないですか。ねえ。うん。そういうね、事務所ですよ。ねえ。 うん、でね、えー、前にね、あの紹介しました。これ被害者の方のね、お母さんの件ですね。ねこの件で、僕はね、あのこ,この件もね、東京新聞のね、記事。えー、これ、ね、望月磯子さんですね。この人がね、書いた記事ですけども、えー、これをね、紹介しましたよね。うん、これを紹介して、これもね、ほんと大変悲惨なですね、えー、事件ですよ、これは。ね うんえー、これはね、えー、まさに、えー、ジャニーズ事務所のね、ジャニーズジュニアのレッスン生だった人ですよね。レッスン生だった人が、えー、レッスンに行ったら、ジャニー喜多川からそういう被害を受けたということですよ、ね。そしてそのことをお母さんにですね、泣きながら、えー、告白したところ、お母さんがね、 うん、ジャニーズ事務所にねやっぱり連絡、まあ、したわけですよねその前にねあの、えー、ジャニーズ事務所、ね、レッスン生としてね受け入れてくれないかということをねそのことを、えー、悔やんでね、うん、そして自ら命を絶ってしまったということですよねそしてこの男性はですねそれから生涯ねそれを悔やんでいるわけですよ ね。うんえ。告白しなければよかったのかと。ね。うん。ということで悔やんでいるわけですよ。ね。そのぐらいのね、被害を、ジャニーガーが、ね。数百人、数千人単位で、その悲劇をまき散らしてきていたわけですよ。撒き散らして。ね。うん。撒き散らしてきたきた。来ていたということですよ。ね。そして、 えー、この男性が言うにはね男性が強調するにはねやっぱりね今ねこのジャニーズ事務所ですね,ねこれ井ノ原さんが社長をやっているねジャニーズアイランドってやってるじゃないですかねこれはどういうものかっていうと要するにジャニーズジュニアにね育てていくと、まあ、小さい子供をですね,ねそういうねあこ,ことをやってるわけですよね。 うん、ジャニーズアイランドというですね、小さい子供を育ててえ、そしてそれからジャニーズ事務所の方に移すというね。そのことをやってはもういけないんじゃないかと。そのことをやってること自体がおかしいというふうに、あのー、これ語っているわけですけども、これは全くその通りですよ。ね。ジャニーズアイランド。ね。そしてあえて言えばジャニーズ事務所そのものですよ。それが、 もうね、ジャニー北側のね、前代未聞のね、大犯罪ですよ。これの温床になった。温床になったっていう表現はまだね、穏やかですよ。それの舞台になった。その舞台を残していいんですかということですよ。その舞台を残していいのかという問題ですよ。ね。うん。で、僕は、えー、このお母さんの悲劇ですね。それを知って、ね、そして言いました。ね。 うん、つまり、ジャニーズ事務所というのはもうどんな形になっても、もう存続を許されてはならないということなんですよ。ね。それは、今日明らかになったね、この悲劇ですね。この当事者の会の男性が自ら命を絶ってしまったと。ね。うん。それはなぜか。ね。もちろん、大元にはジャニー喜多川の大犯罪がある。それの被害を受けた。 そして、えー、今ね、ここに、こことここに至ってですよ。それが明らかになって、えー、自らも告発してですよ。そしたら、えー、ジャニーズ事務所から5ヶ月間何の音沙汰もない、ね。代わりにあるのは、えー、ジャニーオーターね、という言われる人たちからの、ね、心にもない誹謗中傷ばかり。ということですよ。こんな社会生きてる会がありますか、これ。 どこに正義があるんですかね。うん。なので、少なくともジャニーズ事務所はもう存在してはいけないんですよ、これ、日本社会に。ね。うん。えー、僕はさっき言ったようにね、これね、えー、社長が東山さんじゃなくて、つまりジャニー北川の取り巻きの東山さんじゃなくって、全然関係ない福田淳さんに代わるんだと。ね。エージェント契約について詳しい福田淳さんに代わるんだと。そして新規一点やるんだと。いうことで、ね。 一時は応援しようと。ね。そういうことも言ったし、ね。そういう気持ちにもな,なりました。だけどもね、これはね、もう何て言うかな、もう改めて思いましたよ。やはりね、あの、これ、存続を許されてはならないですね。うん。ね。ジャニー喜多川が犯したような犯罪ってのはね、一件でも許,許されないんだけども、それが何百件、何千件ですよ。ね。うん。 前も言いましたけどもね、これをね、ね、人をですよ、物理的、肉体的にね、殺めるということ。これは極刑に値する罪ですよ。ね、一方で、ジャニー北川の犯した罪というのは、ね、うん、人の魂を殺める罪ですよ。被害者は生涯苦しみ続けな、苦しみ続けなければいけないですよ。そして、え大半の場合はですよ、 それれを一人ででで抱え込んで苦しみ続けなけけけななばいいわけですよ、ねうん。魂に対するですね、まさに犯罪ですよ、これは。それだけのショックをですね、日本社会のあちらこちらにね、ばらまいたということですよ。ねうん、そして、このジャニーズ事務所というね、名乗ったこのね、えー、事務所では、この大犯罪が半ば公然の秘密となっていた疑いが強いんですよ。 ね、東山さんは会見でね記者会見で少年時代にこのことは見て見ぬふりをしていたと明らかにしたわけですよ。ね。うん。それでこれもねこ前に言ったんだけども東山さん自身ですねセクハラパワハラの話がね被害者から出ているわけですよ。ね。でこれも前に言いましたけどこれは僕の想像なんだけどもね東山さんはおそらくは自分のねそういう苦しみから逃れるためにですよ。ね。 目には目を、ね、毒には毒をというね、もう極めて強い姿勢に転じたんじゃないかと僕は思うんですよ、心理的にね。うん。あの、毒にはね、毒を持って対抗しなければね、この合宿所を生き抜いていけないということですよ。ね。うん。これね、地獄絵図ですよ、このジャニーズ事務所の合宿、合宿所って。ね。うん。ね。東山さんはそれを仲間の少年たちにもですよ、まあね、 えー、半ばトレーニングのつもりでね強いたんじゃないかと僕はね、そういうふうに想像していますよ。ね。うん。東山さんはね、いずれね、これ告白した方がいいですよ。うん。洗いざらい告白した方がいい。それで東山さんも初めて楽になる。本当に洗いざらい告白した方がいい。ね。うん。それは僕はね、想像できますよ。おそらくは、ね。うん。 うんこれはね、トレーニングのつもりでそういうことをね、課したんだと思いますよ。ね。うん。ね。そして、これはね、記者会見で僕が聞いたようにね、2004年の最高裁判決、ね、判,の判断の時にですね、これはコーチの事実となったわけですよ。ね。ジャニー北川さんのね、大犯罪がですね。で、その後、しかしね、コーチの事実となったにもかかわらず、えー、38歳となった東山さんとかね、藤島ジュリー慶子さんは、 何にもしなかった。何の防止策もしなかったということですよ。ね。うん。ね。これは多分ね、これも僕の想像だけども、その時ね、何を今更というね、そういう気持ちだったんじゃないかと思いますよ。ね。うん。ね。そういうもん、そういうね、気持ちだったんじゃないかと思いますよね。まあ、いずれにしましてもね、このジャニーズ事務所、もうそれはね、もう、なんていうかな、もう、骨の髄からもうそれがね、染みついちゃってると思いますよ。 骨の髄からね。うん、なのでねもう存在許されてはならないと思いますね。うん。ね。だからこれはね前にも言いましたけどね本音を言えばね福田淳さんはねこれ断った方がいいと思いますよ。断った方がいい。ね。うん、だけどねどうもね体制はねどうもそうじゃないようですけどもね。うん、だけどね福田さんもねこのね僕はねその福田さんの 読書体験のね、対談ね、これじっくり読みましたけどね、僕とね、非常に似通ってるんですよ。ね。うん。ラテンアメリカ文学が好きでね、ボ,ボルヘスとかね、ボルヘスは言ってなかったか。マルケスとかね、それからハンナ・アーレントもね,いやいやいやね、言及してましたね。うん。ハンナ・アーレンとね、言ってるんだから、そのことはね、わかると思うんですよね。つまり、こういうね、事務所の存在を許されてはえばならないと。 こういう事務所が存在、存続しては、日本社会が、社会が持たないんですよ。ね。うん。ね。例えばね、ハンナ・アーレント。ね。うん。ハンナ・アーレントってのをね、こう言ってるんですよ。社会というのは公的な場所だということですよ。まあこれはね、誰でもわかりますよね。じゃあ公的な場所ってのは一体何だっていうことですよね。公的とは何か、公やけとは。それは例えば、イメージで言ったらテーブルですよ。テーブル。ね。楕円形のテーブルがあるとするじゃないですか。 みんなで公平にそのテーブルを囲いますよね。これが公平だということですよ。そこで公平に話し合いが始まるということですよ。ところが、ジャニーズ事務所のようなんですよ。非常にね、人類史に残るような深刻な問題を抱えた事務所が、事務所はですよ。その深刻な問題を抱えたまま、何の解決もしないままに、ね、その体質を、ね、いっぱいこうね、あの、身につけたままですよ。 同じようにテーブルをね、テーブルを囲もうとしていたら、他の人がどう思いますか、これ。そんなテーブル囲めないっていうことになるじゃないですか。同じテーブルにつけないよと。ね。お前、もうちょっとそれなんとかしてこいよと。ね。うん。えー、そのびっしり体上についたね、その醜いものを、ね、きれいに洗い落としてこいよと。というに決まってるじゃないですか。ね。つまり、保証救済、これをきっちりやった上でですよ。 そして藤島ジュリー稽古とか東山とかね、ジャニー北川と親、ね、近しくね、親しくしていた人間ですね、ね、見て見ぬふりをしていた人間、これをすっぱり切った上で同じテーブルを囲みましょうと、という話になるじゃないですか。ね。うん、ハンナ・アーレント読んでいたら、そのぐらいはすぐにわかるじゃないですか。ね。そしてハンナ・アーレントについてね、また言いますとね、アーレントって、ね、ユダヤ人だったんですよね。うん、で、 ユダヤ人なのに、ね、イスラエルこれは分かりますよね今パレスチナとかねやってますよねそのイスラエルの指導者層と、ね、喧嘩していたんですよ、ね、イスラエルの指導者層を批判していたんですよ、ねうん、なぜかといえばねこれね <laughs> なぜかといえばこれナチス時代にねこれハンナ・アーレントもねそのナチスに苦しめられてそしてあのドイツからねアメリカに行ったんだけどもナチス時代にね ナチスに協力していたユダヤ人っていうのが存在,している存在していたんですよ、ねうんうん。ナチスの犬みたいなユダヤ人がね、うん、そして戦後,戦後のイスラエル社会にはそういうねナチスドイツ側についていた人がユダヤ人がこっそりと復活して口を拭ってですよイスラエル社会の上層部にいたんですよ驚くべき話なんだけどこれが現実なんですよ で、ハナ・アーレントは、それを厳しく批判したんですよ。ね。うん。アーレントがですよ、戦後ね、そういうことをしないで、ドイツ人だけを批判してね、イスラエル社会のこの上層部、ね、これに救った、えー、このユダヤ人のねナチス、ナチス協力者ですね、これを批判しなかったならばですよ。ハナ・アーレントは、イスラエル社会にこれね、熱烈に迎えられ,たられましたよ。ね。うん。 いろんな特典がありましたよ。だけども、アーレントはそういうことはしなかったんですよ。絶対にしなかったんですよ。ね。うん、絶対にしなかった。ね。うん。これね、ユダヤ人上層部がですよ。ね。うん、ナチスにね、ね、えー、ずっと言ってきたように、協力なんかしなければ、戦争中のユダヤ人のね、被害者ってのはもっと少なかったはずなんですよ。もっと少なかった。ね。そのことをアーレントは知ってるんですよ。 知ってる。ね。でね、アーレントは本,本物の知識人ですよ。知識人の使命というものはそういうものなんですよ。つまり、ね、ユダヤ人指導者層の戦中ね、えー、戦争中の行いですね、これを知っていたからには、戦後になってですよ、それに口を拭ってですよ、それを批判しないなんてことは絶対にできないんですよ。つまり、それは遠慮会釈くなく批判すると。 批判させていただきます。ということで、ね。それでアーレントはね、ね、うん。自分自身はね、アーレント自身はユダヤ人なんだけども、イスラエル国家と喧嘩していたんですよ。ね。うん。で、アーレントがそうしなければですよ。普通のユダヤ人ね、ね。正直に生きているユダヤ人は一体ね、誰を信じてね、どうやって生きていけばいいんだということですよ。ね。うん。 知識人というのは自分が生きづらくても必ず正義の側につかなければいけないんですよ、ね。ハンナ・アーレンとはそれをね、教えてくれているんですよ。ね。うん。ね。だからね、この,この前紹介したボルヘスも同じなんですよ。ね、ボルヘス。ね。ボルヘスは、要するに悪党列伝、世界の、ね、王族の世界史というね、本でね、うん、日本の悪王老師、四十七史をね、紹介したんですよ。ね。そして、 えー、ボルヘスが言うにはねこの47人の男たちはね、うん、正義のためには自らの命をも捨てなければいけないんだとそういうことを世界の人々に教えてくれたとね、うん、そしてそのことを逆にボルヘスが我々現代日本人に教えてくれたんですよ そういうことなんですよ。ジャニーズ問題ってのはね、何がね、正義かという問題ですよ。何が正義か。ね、これはとにかくね、ね、徹底的に被害者の側に立たなければいけないということですよ。ね。うん。魂を殺められた。ね。うん。ね、その歪められた心。これを救わなければ、正義はないじゃないですか。日本社会に。 ねうんね、これは、ねうん、大人であれば想像できますよね。想像できますよ、ねまあ大人であればいろんなことを経験してるしねああ多分ああいうことの、ね、2倍3倍10倍の苦しみなんだろうなとかね想像できるじゃないですか。ねうん、でそういうふうに想像できる大人であればですよ。 正しい道を歩まなければいけないわけですよ。ね。うん。これは、ね。やっぱり被害者の側に徹底的に立たなければいけないんですよ。ね。うん。日本社会はそうならなければいけないんですよ。ね。一部のジャニオタのように、ね。うん。調子に乗って、なんね、どういうあれかわからないけども、ね。うん。この被害者にね、えー、ひどい言葉をね、投げかけたり。 ね。そういうことは絶対あってはならないんですよ。それではね、正義が存在しないんですよ。ね。うん。日本社会からね、正義が消えてしまうんですよ。そういうことを許していては。ね。うん。だけどとにかくね、今の日本社会ですね、あまりに、その、そういうね、正義の道からね、外れた人間がね、多すぎますよ。多すぎます。ね。 うん、大阪でね、自ら命を絶ってしまったね、この被害者、ね、えー、こういうね、方がいたということですね。そしてね、そのね、ことについてね、紹介しましたけども、ね、やっぱりね、この誹謗中傷ですね、これがね、ひどいんですよ。被害者ですよ。ね、ジャニーズ事務所に対する誹謗中傷じゃないですよ。 被害者に対する誹謗中傷ですよ。これをまずね、勘違いしないでほしいんですよね。うん。ね。これはね、えっ、ー、と、11月3日の YTV の記事ですけどね。えっ、ー、と、これはね、えー、ジャニーズ加害の被害男性、ね、売名だ、嘘だお、お金目当てだ、というね、誹謗中傷。これが100件ということですよ。ね。 えーとこのね記事によればね、えー、これ日本木さんですね日本木秋松さんね、うんえー、この人がとにかくね、えー、その抽象がもうものすごかったということをね、えー、語ってるんですよで中には脅迫めいたものとか身の危険を感じるものもあったというんですよねうんでただでさえねとにかくねこういう被害の証言っていうのは苦しいのにね 非常にね、証言を上げづらくなってしまうと。ね、うん、なのです、こういうね、誹謗中傷はやめてほしいと。というふうに訴えているんですね,、うん、ね。とにかくね、この被害を訴えるということは、ね、こ自分の被害を訴える。これね、まあ、はっきり言えば人間の心理としては、こういうことは訴えたくないですよね。うん、多分。うんね えー、忘れられるものなら忘れて、忘れていたいと。そして平穏な人生を送りたいというふうに普通考えますよね。だけども被害を訴えるというのは、基本的にはね、正義の心なんですよ。ね、えつまり、こういうことをもう繰り返してはいけないということで、被害を訴えて、ね、社会に訴えて、ね、そしてさらには国会でのヒアリングにも応じるということですよ。こういうことを、 被害者の方々は、ね、我々に代わってというかな。うん。まあ、我々ね、それに代わることはできないんだけども、ね、代表して、そういうことをやってくれているわけですよ。ね。で、そういう人たちに対して、ね、えー、ジャニーオかどうかは知らないけど、誹謗中傷しているね、人間がいる、存在するというね。うん。で、なんでそういう人間が存在するかっていうと、結局、ジャニーズ事務所が存在してるからなんですよ。はっきり言えば。 ねうんね、これはね11月7日のフライデー、ね、記事はもうこれ出てますよ。ねえーっとえー、ジャニーズ被害者へお前が潰した責任取れ、えー、止まらない誹謗中傷にスマイル社の無策ぶりというねこれねスマイルアップという会社ですよね、うんえー、とにかくね全然ね対策を取ってないんですよ対策を取ってない、ね、なので えー、そういうね誹謗中傷、えー、そのね、えー、誹謗中傷を、えー、ばらまくだけ、えー、というねそういう状態なんですよ。ね。うん。これはねえー、っと、えー、このフライデーの記事ですねこのフライデーの記者に対して、えー、芸能プロ関係者はこういうふうにね指摘しているんですよ。それをねその言葉を見てみますとね スマイルアップ者は、中傷、誹謗中傷ですね。誹謗中傷対策に乗り出さなければならない。それをひっくるめての保証でしょう。当事者の会に批判の矛先が向くことは、スマイルアップ者にとって、しめしめなのかもしれないが、それでは無責任です。スマイルアップ者は、被害者の心のケアまで付き合わなければならないはずです。それなのに、あまりに無策すぎますよ。というね。 芸能プロ関係者がそう言ってるわけですよ。つまり無策だと言ってるわけですよ。ね。事情をよく知ってる人は。何もしてないっていうことですよ。これどうですかジャニー北川の精神そのものじゃないですか。ね。うん。連絡すると言っておきながらですよ。5ヶ月も何の連絡もない。ね。それで、えー、自ら命を絶ってしまった。そういうことですよ。 そういうジャニーズ事務所の姿勢というのはこれはもう批判されてももう仕方ないじゃないですか、ね、批判されても仕方ないし要するにそういうね精神の事務所というのは存続が許されてならないんですよ、ね、日本社会から正義が消えてしまうんですよ、ね、そしてここでね、えー、このこのジャニーズ事務所ね これがまあ生まれ変わってっていうかなまあ、名前が変わるそしてその事務所の社長に就くとされているね福田敦さんですねこの福田敦さんのこのね、えーまあ、社員向けのこのスピーチですね、えー、これがね明らかになったんですよこれはねえー、っと12日放送の TBS 系のねサンデージャポン、えー、ここでねあのー、明らかにされたんですよねうん でねこのスピーチねこれちょっと紹介したいと思うんですよ。ね、これ僕はねあのこのサンデージャパンのねこれからちょっとメモしましたんでですねそれ全文紹介します。全文紹介しながらちょっとだけね僕の考えていること解説をね付け加えたいと思ってるんですね。うん、福田敦さんは、えー、この事務所の社員たちを前にですねこの就任の挨拶ですねそれをしたと。 そしてその全文がね、今僕読み上げるものなんですね。えー、っと、ご縁があり、社長のオファーをいただきましたが、それでも初め、そんな大役はとんでもないとお断りしました。しかし、東山さんが自ら責任を取って、90歳まで続けたかったタレント業を辞めてまで社長業を引き受けられた。そして保証に専念されたい。 ということを聞いたときに本当に心動かされたのです。今回自分が社長を引き受けるにあたって当然あることないことメディアに言われると思いました。私はあ完璧な人間ではありません。でも、能年玲奈を引き受けたときもあることないことものすごいバッシングがありました。それでも守ろうと思ったのは、能年玲奈さんですね、守ろうと思ったのは 娘と同じ年の子をメディア全部で叩い,いて、えー、普通にひどいと思ったんです。だから、皆さんが今、受けているバッシングがどれだけ辛いか、少しはわかっているつもりです。あることないことを言われ、それでもやめずに、朝から晩まで頑張って働き続けている皆さんが、どれだけすごいか、忠誠,忠誠心が強いのか、私にはわかります。というね、まあ、途中なんですけどもね。 うん、ただね、ここで僕が言いたいのは、ノーネン・レナさんとジャニーズは違うんですよ。違う。ノーネン・レナさんは、ね、それまで所属していたレプロエンターテインメントという事務所ですね。そことうまくいかなくなって、ね、そして追放されて干されたんですよ。ね、うん。これもね、前に紹介しましたけども、ノーネン・レナさんのやりたい仕事、これをね、 どんどん、えー、消されたんですよ。レプロによって。それで、ずっと対立が続いて、続いていったんですよね。うん。で、これはね、事務所の方針もあるかもしれませんけども、やっぱりね、タレント中心ですよ。だってこれね、やる人はこれタレントですからね、仕事やる人は。なので、ノーネンさんのやりたい仕事をね、これ消されていったってのは、誠におかしいことですよ。ね。で、そのことについて、 エージェントの仕事にね、たけた福田誠さん、福田、あ誠さんじゃない、え福田あ、福田さんがですね、えー、福田厚さんが、それを引き受ける、ね。引き受けた。それはね、理解できるんですよ、ねうん。だけど、ジャニーズというのはね、これはね、そういう問題とは全然違うんですよ。ね、ジャニーズの問題というのは、ね、これは、あのー、タレントはね、 自分の仕事を消されて、そして、挙句に干されてどうのこうのっていう話じゃなくって、ジャニー北川という前代未聞の大犯罪者の存在ですね。そして、その犯罪を許したメリー北川、そして藤島ジュリー恵子稽子ね。それから、白羽瀬元副社長とか、東山さんとか、ジャニー北川の取り巻き、ね。そういう人たちが、 えー、その事実を隠して隠して隠して、ね。うん。そして被害者をね、無視して無視して無視して。そういうね、本当に人間性の全くないですね。そういう事務所自体の体質の問題なんですよ。体質の問題。ね。なので、これはジャニーズ事務所というのはまさに解体的出直し。 もし存続するのであれば、解体的出直しが求められているわけですよ。解体しなければ、存続されてはならないんですよ。解体的ね。うん、解体的出直しがなければ。そういう問題なんですよ。ジャニーズ事務所の場合は。ね。そして、ね。タレント自身を責めている人はいないんですよ。ね。これ多少はいるかもしれないけども、極めて少ないんですよ。極めて少ない。これね。 厳しく言えばですよ。タレント自身ね、これ、えー、自分の所属する事務所について、ね、社会人であれば発言しなければいけないぞと、ね、そういうふうに批判することもできるんですよ。だけども、ね、そういうふうに批判ね、えー、し,てるしてる人ってのは、これはね、少ないんですよ。ということで、ね、ジャニーズタレントじ、ね、自身を責めている、あるいは批判している人ってのは、 非常に少ないんですよ。非常に少ない。そのことをまず考えなければいけないんですよ。反対に叩かれているのはむしろ被害者なんですよ。ね。紹介したように、冒頭からずっと紹介しているように、ね。当事者の会の方が、自ら命を絶ったわけですよ。なぜか。5ヶ月も、ジャニーズ事務所から連絡がなかった。それに加えて、 あったのは、ね、ジャニーオタと見られる人たちからの心のない誹謗中傷ばかりということですよ。ね、それで被害者自らが命を絶ってしまったということですよ。ということであれば、ね、ジャニーズタレントが何のね、心理的な、ね、苦しみなんかありませんよ、一つも。ね、こういう被害者に比べれば。ね、だったら被害者の側に立つのが、 正義であり、知識人であり、ね、福田淳さんの役割じゃないですか、本来は。ね。それがなぜ、ね、そんな誹謗中傷を受けてるわけでもない、ジャニーズタレント、ね、に向かってですよ、そういうことを言うのか。これはね、全然論理がね、あのー、外れてるんですよ。ね。うん。そしてね、えー、福田淳さんはこういうふうに言うんですよね。 今の皆さんの苦悩を超えるには再生しかありません。だけどね、苦悩と言うんだけどもね、被害者とか被害者家族、お母さん、お母さん、亡くなっちゃいました。これほどの苦悩がどこにあるんですかこれほどの苦悩が。わかりますか福田さん。ね問題わかってますね苦悩のレベルが違うんですよ。深刻のレベルが違うんですよ。 ね。ジャニーズ事務所の問題ってのはそんなレベルの問題じゃないんですよ。人が自ら命を絶ってるんですよ。そんなレベルの問題じゃないんですよ。ね。うん。そしてね、福田さんはこういうふうに言ってるんですね。私はこの再生部分が得意です。ここまで耐えてきたのだから、ここで奇跡を起こしたくないですか。 そそろそろ逆転したくないですかこれね、うんまあ、ここまでね、解説すればね、もうすでにね、お分,分かりだと思うんだけどもね、うん、奇跡を起こすとかね、逆転するとかね、うん、逆転したくないですかとか、これ何意味するんだっていうことですよ、ねうん。これマルケスとかね、ボルフェスを読んできた人とは到底思えないですよ、僕はね、うん。奇跡なんていうものはですよ。怒、ねうん、らないときは怒らないし、 怒る時には起こるしね。考えによって、日々ね、日々のこの日常が奇跡なんですよ。奇跡。ね。ラテンアメリカ文学読んでね、えー、読んでくればですよ。それはわかるはずですよ。ね。うん。ジャニーズタレントがね、これまで奇跡を起こしていないとすれば、ね。これからも未来英語、奇跡なんか起こりっこないんですよ。ね。うん、ね。日々ね、どういう訓練、日常をね、過ごしているかわかりませんけどもね。 例えばね、韓国の BTS なんかはね、日々の訓練で奇跡を起こしているんですよ、多分。ね。だから本番の舞台で奇跡を起,、ね、起こしてるんですよ。ね。うん。そういうことですよ。ね。うん。でね、えー、ふだつはね、最後の方でこういうふうに言ってるんですよね。うん。後半部分ですけどね。私は皆さんとやりきりたい。 今残っている時点で、この会社が嫌いな人なんていないでしょう。私はその皆さんの強さを信じたいです。これね、ジャニーズ事務所が嫌いな人なんていないでしょうってね、こういう大犯罪を起こして、それを見て見ぬふりをしている会社ですよ。ね。それ、東山さん認めてますよ。それがどうしてね、あのー、これ、好きになれるんでしょうかね、これね。うん。これが僕にはわからない。うん。ね。 福田さんこれね疑問に思いませんかこれね私はその皆さんの強さを信じたいですそれが強さですかねうん東山さんのさっき言ったねこの毒には毒をっていうねそれが強さになるんでしょうかねこれ間違った強さじゃないですかこれ、ねうん、心理的にはもちろん分かりますけどもね、うん、でもこれ強さと呼んでいいんでしょうかね で福田さんはこういうふうに言うんですね。私のことを信じろと言われても、そんな簡単に信じられないと思います。もう一度言います。私は完璧な人間ではないですが、加害者でもない皆さんを毎日痛めつけている、わけがわからない空気から、必ず守りたいと思っています。そして、今まで見たことがないぐらいの大逆転を皆さんとやりきりたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。 ね、まあいろいろね、えー、言いたいことあるんだけども、ここでね、今まで見たことがないぐらいの大逆転、ね、それを皆さんとやり,きりやりきりたいと思っていますと,ということなんだけども、どういう大逆転を言うのかということですよねで。これはね、僕の想像なんだけども、おそらく福田さんは、えーえーね、BTS なんかのイメージがあるんじゃないかと思うんですよね。うんねうん、これはつまり、まあ、同じ年頃,の、ね、年頃の少年ですよね。 うん、なのに、この韓国の BTS はね、これ世界的なスターだと。ね、一方、このジャニーズタレントの方は、ね、そういうね、ことにはもうはるか遠いですよね、うん。日本国内でもね、その歌唱力とかね、ダンス力とかね、これ高く評価してる人,人ってのはね、まあ、非常に少ないと思いますよね、うん。おそらくこれはね、訓練の違いですよね。ねこの辺りをイメージして、 大逆転ね、えー、しませんかと言ってるんじゃないかと僕は思うんですよね。うん。おそらくね、この福田さんはね、韓国の芸能事情というね、これもやっぱり詳しいと思うんですよ。ね。なので、やっぱりジャニーズをね、引き受けるということは、このジャニーズタレントのね、潜在能力ですね、これを日々の訓練によって引き出して、ね、うん、韓国のね、えーまあ、夢や BTS のように伸ばしていきたいと,と思ってるんじゃないかと思うんですよ。ね。 そうでなければね、今まで見たことがないぐらいの大逆転、なんていうね、そういう表現はね、使わないと思うんですよね。うん。そして、えー、そういうね、大逆転をもたらすには、やっぱり、あれでしょこの奇跡を起こす日々の訓練しかないわけですよ。ね。うん、それも誰にでもわかりますよね。だけど、その訓練を続けるには、ね、もちろんこのね、強い精神力ですね。そのね、それからまあ、志もなければいけませんよね。 うんまあ、少子貫徹みたいなね。それを持続しなければいけないわけですよ。その意味で、多分最初に葉っぱをかけてるんだと思うんですよ。ね。うん、だけどね、えー、まあこれね、非常にね、僕は、あの、何てうかな、まあ好意的にずっとね、まあ今、解釈したわけですけども、ね。まあでも、おそらくこの解釈が当たってると思いますけども、だけど、ここのところはね、あの、まあ全体にそうなんだけども、これね、あの、福田さんの挨拶ね、 これ容易にね誤解されやすいですよ。この表現というのは誤解されやすい。ね。うん。例えばね、今まで見たことがないぐらいに大逆転しようじゃないか、なんていうのはね、ね、この文脈をずっとね読んでくるとですよ、ね、この BTS なんていうね、固有名称も何もないのでね、うん。あのー、これはね、日々ね、抽象をね、受けている、ね、えージャ、ジャニーズタレント、ね、それをね、 えー、大逆転させてやろうじゃないかとねうんそれ目に物を見,見せてやろうじゃないかっていうねそういうように受け取れちゃうんですよ。これ文脈からしたらねそういうふうに受け取れるんですよ。ね。僕が好意的に解釈したようには受け取れないんですよね。僕のようにこの補助線を引かなければ。ね。そうするとどういうことになるかというとこの福田さんのね挨拶これを読んだまあいわゆるジャニオータの方々ですね。 これを刺激することは十分考えられますよ。ね。ジャニー・オタワですよ。大逆転っていうね、この言葉をね、読んでですよ。ね。えー、今のね、ジャニーズ悪者論からのね、単純なね、これ大逆転やってやるんだ、みたいなね。そういうふうに考える可能性が強いですよ。ね。まあその意味で、このね、福田淳さんの挨拶というのは、ね、これ福田さんの本意を超えて一人歩きしてしまうと。 そしてジャニオタを不必要に刺激する可能性があるんですね。うん、なので僕がね、これ本当に心配しているんだけども、ジャニーズをめぐるですね、対立の火に油を注ぐことにね、なりかねないと思うんですね。この福田さんのね、挨拶ですね。うん、福田さんの本意としては多分、あのー、葉っぱをかけてやろうと。ね、そして自分ね、まあ、はっきり言えば、まあ、自分にね、ついてこいと。まあ、俺についてこいみたいな感じだね。 うん、そしてそのためにはね、最初に葉っぱをかけなければいけないと、ねうんうん。そして葉っぱをかける。ところがその葉っぱをかけたその言葉というのが変にあの受け取られてしまうということですね。その恐れってのがすごくね、これ強いと思いますよ。ねうん、すごく強いと思う。それからもう一つは、これ僕のようにね、好意的に解釈したとしても、 例えばね、えー、福田さんがね、例えば韓国式のね、あのー、BTS, BTS とかね、いろいろですね、うん、ブラックピンクとかね、少女時代とかいろいろ育てたような、そういう体制を取り入れてですよ、そして徐々にね、あのー、こうスキルアップさせていってですよ、そして世界に通用する,なするようなダンス、そして歌唱力とかね、うん、そういうのを、えー、そういうシステム、ね、 作ったとしても果たしてねついていけるかどうかということですねそして問題はそういうシステムを作れるのかどうかっていう問題ですよね、うん、まあこの辺になるとね僕は知識ないんでわからないんだけどもそこら辺がねちょっとよくわからないところですよね,、うん、ねなので、えー、あまりにねこれねわ、えー、からないことが多すぎるこの未来についてね、うん はっきり言って、今この福田さんのね、考えを僕が好意的に解釈して、ね、好意的に解釈して、そういうふうなシステムに変えていこうと、というふうに考えてるんじゃないかということなんだけども、それさえも僕の好意的な解釈なので、そう本当に考えてるかどうかはわからないですよ。ね。うん。そして、えー、そうなったとしても、それについていくジャニーズタレントって本当にいるのかなと。そして、 えー、そういうふうにシステム変えられるのかなということを考えると可能性としてはねやっぱりね非常にこうおぼつかない感じがありますねでねだけどもう何て言うかな普通の事務所であれば僕はねこれ心から応援しますよね福田さんそれはねぜひやるべきだと応援しますよね、うん、だけど最初にずっと言ってきたようにジャニーズ事務所ってのはね普通の事務所じゃないんですよ 深刻の度合いが全然違うんですよ。わかりますね。被害者自身が、ね、亡くなってしまったんですよ。自ら命を絶って、ね。ジャニーズ事務所からの扱いがあまりにひどいんで、人、本当に簡単に一言で言えば。そして、前に紹介したように、被害者のお母さんが、ね、それを苦にして、 自ら命を絶っってしまったんですよ。こんなことありますかね。芸能事務所で。こういう事務所なんですよ。これはもうね、存続許されてはならないんですよ。ね。うん。だからね、福田さんのね、あのー、考え、僕が好意的に解釈したね、そういうか考えですね。もしそういうことがあるとしたら、これね、ジャニーズ事務所以外でやった方がいいですよ、これ。 僕はそう思いますね。うん。そう思います。あというようなことでね、えー、僕はね、これジャニーズ事務所ね、存続は許されてはいけないと、というふうに思いますね。うん、まあ、というようなことでね、えー、今日はこの辺でね、終わりたいと思いますけども、最後にね、ちょっとコマーシャルタイムをいただきましてですね、コロナ日本国書ですね、えー、これコロナ対策、感染症対策ってのは非常にね、日本にとって重要なんだけども、えー、自民党政権のもとではね、 えー、これはね科学的な知見に基づいた対策ではなくって利権、えー、に基づいた対策になってしまってるんですねなのでそれはことごとく失敗せざるを得ないということなんですね、えー、そのことについて専門家の話にね耳を傾けて、えー、書いた本です是非読んでいただきたいなと思いますそれから、えー、福田村事件ですね、えー、これはね関東大震災の時に非常に痛ましい事件があったんですけども、えー、そのことについてね 歴史の闇の中から、えー、掘り起こしてですね、そしてこれを書いた本なんですね。で、同盟のね、福田村事件という映画が公開されまして、韓国のね、プサン国際映画祭で大変重要なね、賞を受賞されましたので、その原作となった本なんですね。ぜひ読んでいただきたいなと思います。それから、<laughs> えー、ジュリー・アンドリュース授与伝ですね、えー。これはね、国際的なミュージカルスターであるジュリー・アンドリュースですね。 メリー・ポピンズであるとか、サウンド・ミュージックのね、えー、主役ですけども、えー、そのね、えー、ジュリー・アンドリュースが、イギリスの貧しい家庭から育ってですね、イギリスの演劇界であるとか、アメリカの演劇界ね、こ、えー、このね、人間模様ですね、この中で育ってですね、えー、そして、えー、その中で、えー、ラブ・ロマンスをね、があったりですね、まあ、そのことについてね、えー、非常に温かい眼差しでですね、 それで嘘を偽りなく書いているので、えー、これはね、あのー、非常に本を読む楽しみがね、味わえる本なんですね。ぜひ読んでいただきたいなと思います。そしてこれがね、僕が関係させてもらっている、五発消防針者の新刊なんですけども、えー、今ね、えー、日本全国地方の方では本屋さんが少なくなってしまってですね、本を直接買えない、あるいは、 アマゾンでも本を買ったことがないという、ね、方もいらっしゃるかと思うんですけども、そういう方は5月消防審者に直接ファックスなり電話なりしてきてください。えー、郵便振込であるとか銀行振込で対応いたします。5月消防審者のファックス番号、電話番号は104の方ですぐに分かりますので、ぜひですね、えー、遠慮なくどんどんですね、えー、連絡してきていただきたいなと思います。まあ、というようなことでね、本日はこの辺で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。